足元に常にこうやってボールを置いて、足元にこういう、こうやって離れる時間をなるべく減らしてる。いいですか、分かった。いい、離れるってことはこうディフェンスが取れる点、時間だから、この取れる時間をなるべく減らすっていう意識が。いいね、はい、もう一回足元にボールなるべく置いてね、離れる時間減らして、優しいタッチで、でもスピードを上げていくよ。スピードを上げつつも、タッチの強さはね、変えないで、優しくタッチしながら、おー、どうもナイス、いいよ。でもちろんコーンマーカー避けていってね。で、同じコースばっか通るとじゃ練習なんないよ。簡単な道見つける練習じゃないからね、いろんな道通りながら毎回ちょっと違うアクション入れていこう。もし右にかわしたかったら、さっきやったら自由にやっていいから普通にこれ右行ったけど、右かわす前に一回左にちょっと入れてからかわす。もちろん逆もそうね、こっちの場合逆に入れてから、逆に入れてから。 OK、 じゃあ距離感が変わってくるよね。一回フェイク入れる距離感考えて、近いところでやったら絶対ぶつかるよ。そうそうそう、はいはいはい、近いよね、止まってやらないんだ。止まる時間は減らしてよ。そうそう、いいよいいよ、切り下げない、いけいけいけ。ぶつかるってことはちょっと最初のフェイクの距離が近い、近くでやろうとするからその分ぶつかってるけど、できればインとアウトね、インとアウト、インとアウト、インとアウト、 OK、 はい、タッチの数増やして、これで今少ないよ、タッチが、細かいタッチ、細かいタッチ、コーンマーカーとの距離感ね、それで言ったら今近いよね、かわしながら、かわしながら、こうしたら最後までもぶつからないのってのはちょっとね、テーマにやろうか。大丈夫、足の裏ばっかり頼るな、インアウト使え、そう、なるべくまあボールの軌道をジグザグできるように、おっともいいね、いやー惜しい惜しい、いいよいいよ、頭ないですからね、な、こうやって逆取ってからそこにちゃんと上半身も後つけていったらもっといいよね。はい、足元からボール離さないようにね、前の人見てリアクション取って、人がいるなと思ったら違うコース通る、危ないなと思ったら止まる、そこも判断ね。ボール足元からコース離れてない、それ、できればかわすときにスピード上がると一番いいよね。試合のこと考えて、抜くときにスピード落ちちゃったら意味ないよ。逆取って前に出るときにスピード一気に上げよう。